本日は女優、ファッションモデル、タレントの中村杏さんをご紹介します。1987年生まれ、東京都江東区出身。大学2年生の時、モデルオーディションに友人に誘われる形で出場し、グランプリを獲得。しかしそこで芸能界入りはせず、大学3年時にデビューしました。ファッション誌のモデルや放送番組のレギュラーを持つ一方で、2010年に G レースの一員として同年度のスーパー GT イメージガールを務めました。2013年頃より毒舌&不潔キャラを売りに、タレントとしてもブレイクしました。自身を印象付けるために始めた前髪を無造作に描き上げた髪型と派手な色のワンピースで登場するように、そのスタイルがやがて描き上げヘア、描き上げスタイルとして髪型を真似する若い女性が続出するようになりました。2014年には競輪のイメージキャラクターとしても活動。さらに2014年冬に出会ったクロスフィットにより鍛え上げたしなやかな筋肉と引き締まった健康的なボディは、レスパスフィットネス意識調査で女性の理想の体型の1位に選ばれ、女性の憧れの美ボディとして注目を浴びるようになりました。中村杏さんのしなやかなボディ、惚れ惚れしてしまいますよね。実は太りやすい体質とのことで、体型を維持するためにクロスフィットを行っているそうです。モデルとしては下着姿や水着姿になることにあまり抵抗はないとのことでした。2015年10月6日に第28回日本メガネベストドレッサー賞のサングラス部門を受賞しました。2015年8月に放送された本当にあった怖い話夏の特別編2015に出演してから女優業を本格的に開始。2015年10月期の5時から9時まで私に恋したお坊さんでは月9ドラマに初出演。それ以降10クール連続でドラマへ出演を果たしました。2021年4月のドラマ聞かざる恋には理由があってでは役作りのためロングヘアを30センチ以上切った新しいヘアスタイルを披露しました。これからも中村杏さんのより一層のご活躍を応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどのご紹介をしています。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。